植木チャンネル。なんかありますか？質問。大丈夫ですか？女性が奥深いっていうのを思い出したときに言ったんよ。女装が奥深いっていうのは、なんかやっぱりその人が何のためにやってんのかなみたいなのが、だからそれがほら、なんかこのね、性別の違和感でやってる人もいるかもしれないし、何かを、だからそのやっぱ多重人格の人とかはまあまあ知らないんだけど、何かこう抑圧があって、それを避けるために違う人格が出てくるみたいな。だから大賀さんはすごく強い人だなっていう感じで、自由でね、男っぽい人だったんだけど、なんかどっかにやっぱりちょっと弱いとこを作って、そこが陽子ちゃんだったのかみたいなのとかね。そう、なんかまあ、どういうことでそうなってんのかなっていうのは分かんないね。だから、本人も分かんないのかな、どうなんだろうね。その辺はね、女装の人にね、ちょっと聞いてみたい感じもするかな。精神っていうのと、その性表現っていうのは別だっていう考えが出てきて、こう、精神っていうのは、自分が自分をどう思っているかっていうことだけど、性表現をどういう性能を、男らしいとか女らしいとか中性とか、まあそういう表現をどうしたいかっていうのは別のことやっていう。それと変えられる性別も別のことだっていう、ソジェクスっていうちょっと長い単語なんですけど、最近自分も言ったんだけど、そういうのが最近出てきたから、そんな昔になんかサジだって最近出てきた話なのに、LGBTQ とか、なんかどうやったんだろうとか、やっぱ考えるんだけど、どうやっていうのもあるけど、それははっきりわかんない。で、はっきり分けなくてもいいのかいいなかなと思うよっね。その本当にね、100人いたら100通りのっていう感じはあると思うので。何が大事ってこう関係性なのかなってどうしてもね、分析でね、こういろんな人が出てきて分析をする部分は出てくるのかなとかね、どこに当てはまるのかなとか、自分がじゃあ何なんだろうとかって思う人も多分いるだろうねとは思うけどね、まあ、どこ分に入る類か。しさがりますが、それでほら、これなんだって思って安心する人もいるわけでしょ。いや、もうそういう意味でね、すごく、でほら、どっちが好きかもそうだし、女装の人もやっぱりほらね、ね、女性が好きとか男性が好きとかも、あるかなっやて。かな。でもね、最近おすすめで出てくる YouTube とかね、見たりとかね、するときに、やっぱ普通に結婚してて、子供もいるんだけど、女装っていうか、自分は違うんじゃないかなっていうふうに晩年になって、なんかそうなる人もいるみたいな、なんかそういう事例っていうかね、そういうの見て、まあ、それもなんだろうなとかね。いや、本当は自分はこうだったみたいなね。でもそれをなんかね、家族で受け入れて、お母さん2人いるねぐらいな感じで過ごしてる人もいるし、なんか、まあ、もしかしたらなんかもうもっと生きてってなって別れなかったりとかすると、まあそうなってたかもしれないけどね。やっぱなんか男性
無理だ、うん、こういうのって昔って強かったのかなとか、うんうん、そうだね、うん、まあ、最近会った女装の人とかもね、まあ、70歳で始めて、うん、90歳以上になってるとか、うん、もうすごく元気で、うん、なんかすごいそれがなんか生きる活力になってるみたいな、うんうん、人もいたりとかすると、なんか女装ってなんか出ると、うん、はっきり言って、うん、ちょっと気ばむようなイメージって、なんかいっぱいである、うん、まだあるんだけど、うん、こうなんだ女性が、うん、男性の格好しても普通なのに、うんうんうん、ね、男性が女性の格好すると、うん、女装って言われて、いや、女性が男性の格好して、うん、即出会って男装かって言うと、うん、男装って言うと、宝塚のイメージになって、うんうん、なんかそこら辺がなんか違うなっていうか、うん、なんかそうすごく変身した感じはするんだろうなっていうのは、うん、まあ、メイクとかもあったりとかね、うん、女性っぽい、じゃあ脱毛して、ね、ストッキング履いてとかね、うん、なると全然ね違う世界には行っちゃうだろうなと思うからね、うん、そうそう、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。